This week's Amazing Amusements。 重大かどうか分かりませんが、先週ですねラジオの放送を1回飛ばしまして、ごめんなさい、1回撮ったんですよ。撮ったんですけど、何十遍聞き直しても面白くなくてダメだなと思って、すいません、あえなくカットです。なので当日生放送で聞いてくれてた方はレア回です。はい、もう消しましたそれ。ということで、今週はちょっとホットニュースということで、新型コロナウイルスの話を僕なりにいろいろとこう調べてみたので、調べてみたというか、まあ、調べたらみんなわかるんで、そこじゃなくて俺の感想かなをちょっとまあ聞いてもらって、あ、まあ確かにそうだよねって思ってもらえたら嬉しいなっていう回です。まあ最近ちょっとなんかオタク方向じゃなくて、なんか違う方向に番組が行ってるんですけど、もう最近なんかオタク方面は仕事で忙しすぎて、言いたいこと現場で言っちゃってるんで、ラジオで言おうって思わなくなっちゃったんですよね。ということで行ってみたいと思います。ヤマトリのラジオカンファレンス第95回、始まります。またラジオやる。ラジオ生活の開始10年。この企画何本目か。カンファレンス。見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めましてメインパーソナリティのヤマトリンです。皆さん体調はいかがでございますでしょうか。私はすこぶる元気でございます。バカは風邪をひかないというのは本当かもしれません。仕事のバカでございます。ということでですね、今週のトークテーマは何ですか、世間を騒がすというか世界を騒がしてる新型コロナウイルスの話なんですけど、コロナの話と、自分の好きなものや嫌いなものとか、なんかそういう話とかでちょっといい話を拾ってきたんで、その話紹介をしたいっていうのと、あと今週末のイベントの話とか、まあ、そんな感じでいろいろ喋っていきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひ聞いてってください。ということで、ヤマトリのラジオカンファレンス第95回座して聞け、ステイチューン。ラジカンテーマトーク。この今回のテーマトークは、私の最近の話って感じなんですけど、まあ、とりあえず新型コロナウイルスの話からいきたいと思います。世間を騒がしている新型コロナウイルス、WHO が、致死率約 2% くらいだよってこの間発表した、九段のね、世間を騒がしているこの肺炎、新型の肺炎らしくて、インフルエンザみたいに最初カッツンっていきなり熱が上がり、全身になんか変調があって、咳が出るわ、喉は痛えわみたいな、体痛えわみたいな、なんかそんな感じになるんだって。でそれが4日5日ぐらい全然収まらなく続くんだって。とにかく収まんないんだって。だからインフルエンザ級のやべえなっていう感覚のやつが2日以上続いたらもう確定で、確定じゃないんだけどやべえやつかなって思った方がいいと。だいたいさ、風邪ってさ、一日一日に症状が更新されるかさ、俺半日ぐらいで更新されていくイメージなのね。例えば最初、私って一番最初って頭痛くなる人なんですよ、だいたい風邪のパターンの場合は。まあいろいろね、種類にもあるんですけど、最初頭痛くなる、喉痛くなる、熱が出るか体がだるくなるみたいな、上から順に行くんですよ。で戻る時も逆なので、だから下に行くときに腹痛いが途中で来るのね。腹痛いまで来ると結構やばいやつなの俺。私って子供の時からそうなんですけど、どんなに熱があろうが飯は食う人なんですよ、基本的には。で、まず最初に、風邪をひくと頭痛いなーってなって、あ、喉痛くなってきたなーって、なんかちょっと喉枯れてきたな、喋りにくいなーってなってきて、で、次に、まあ熱とかなんとかって最終的に食欲が落ちてくるんですよ。食欲落ちるところまで行ったらやばいんですよ俺、治るの大変なの。だけど基本的には食欲が落ちる前に俺復帰するから、子供の時に黄熱こいて40度ぐらい熱出てたのに、その日の晩飯は手巻き寿司だっていうのは前々から決まってたのよ。でもう買い出ししちゃってたから予定変えられないって言われた時に、俺は食うって言って飯の時間だけ布団からはって出てきて手巻き寿司食って、またはって戻ってって翌日全開するっていう、そういう子供だったんですよ僕。だから非常に体はね、やっぱ健康は食からですよねっていうのは、まあその通りだなと思うんですけれども、こんなところで今日結構生放送来てくれてる方多いので、皆さんのコメント拾っていきたいと思いますが、本当に致死率 2% って思うぐらいの勢いで広まってますから、上の方々の対応がちょっと遅いから、個人的に感じること、もう何を信じていいのやらって思ってますねっ
っていうのを、神楽さんからいただきましたとね。で、ですよねと、他の方もそれにまあ賛同してらっしゃるようで、続きまして、 WHO が致死率 2% と言っていたのに、本場武漢だと致死率 14% ってどういうことやってなってますね。ああ、なるほどなるほど。あの、私の調べたところによると、致死率 2% っていうのはあくまでそのウイルスのやばさそのものから計算された、多分理論値だと思うんですよ、多分。なんでその実測値 2% ではないと思うんですよね。で、今までまあ SARS とか鳥インフルとかいろんなものを人類経験してね、で、今じゃなんか SARS だの鳥インフルだのって言われても、なんかワクチンができてるのか分かりませんけど、別にそんな騒がないじゃないですか。だってそれって多分もう人間の側がある程度克服してしまっているからで、その蔓延した結果致死率は人間の技術によって下がって落ち着いて 2% ってことだと思うんだよね、俺多分。これ、ここはごめんなさい、詳しく調べてないんで、なぜ 2% かどうかは知りませんけど、今じゃなくてその収束値 2% だと思うんですよね。だってインフルエンザだってさ、そういう意味ではインフルで死ぬって聞くけど、風邪で死ぬってあんまり聞かないじゃないですか。だから風邪って致死率ほぼ 0% まで人間って持ってってると思うんですよ。でもインフルエンザだけはさすがに猛威振るってるから1%とかあるんですよ。で、今回の新型コロナもおそらく収束値 2% になるだろうって、そういうことが言いたいのかって思って、か、もう本当はもうちょっと今の段階では全然高いんだけれど、その収束値 2% って言っとけばもうちょっと世界が安心するでしょみたいな情報操作の一種なのかちょっと僕には分かりません。あの、ここでデマを流したくないので、分からないことは僕分からないって言っときますね。で、日本でもだいぶ感染者が出て、確か今日のニュースで10歳未満の子が初めて新型コロナにかかったよっていうニュースをさっき見たんですよ。で、まあ、年寄りの方でね、あの、亡くなった方も日本国内ではいらっしゃって、正直でもそれって、新型コロナで亡くなったのか、寿命で亡くなったのか、ちょっとわかんないですよねっていう年齢だったらしくて、だそこを考えると、確かに日本のレベルで考えたら致死率低いのかなって。長野かどっかで最初に感染した男性がもう治って退院してるんですよ。で、もう元気なんですよ。だそこ考えると不治の病ではねえっていうことは、まあ間違いないと。で、これもまあテレビで騒がれてますが、今年のインフルエンザの感染率が異常に低いらしいです。あの、新型コロナの煽りで手洗いうがいを普段しなかった人たちがめちゃくちゃしてるらしいんですけど、それのおかげで普通に風邪の感染率とインフルエンザの感染率がガチンコで下がったっていうことらしくて、そこ考えれば、ほらね、ちゃんと手洗いうがいって効果あるでしょっていうのがちゃんと証明されたから、私必ずする人なんですけど、出先でもなんでも、皆さんね、ちゃんとした方がいい、手洗いうがいみんなしようね。私だとあれですもん、洗面台に必ずイソジンガーグル置いてありますもんね。あの、うがい薬、あれみんな使った方がいいよ。あれ毎日使うと良くないんだけどね。あの、あと、その、うがい手洗いの話にちょっと脱線すると、なんだっけな、20分だか30分だかに1回でいいから、水でガラガラガラペって1回やるだけで、ほぼ喉を無菌状態に保てるらしいんだよね。なんか、これちょっとガセっぽいけど、無菌はないだろうって思うんですけど、その、人間が、いわゆる喉のあたりに入ってきて溜まってるのを、体の中に摂取するまでの間に多分30分くらいかかるみたいなんですよ。20分かそこらかな。かかるんで、それまでの間にうがいしてしまえば、まあ入ってこないですよって、多分そういうことだと思うんですけど、まあ、20分に1回うがいなんて無理だよね。仕事してたら 100% 無理ですもんね。私なんて休憩なし6時間とか平気で仕事してますから、無理ですね。ということなんですけど。はい。まあ、マスクが売り切れたりね、いろいろしてるんですけれども、まあそんな新型コロナウイルスで、僕が1個ピックアップしたい話題っていうのが、ツイッターで友達がつぶやいてたことでね。僕の友人が会社勤めをしていて、その会社でこんな、社名が出たと。一つは、100人以上の人間が集まるような集会等に参加することを原則禁止します。うちの会社の社員は。ただし、やむを得ない場合を除く。だそうです。で、そのね、僕の友達の、まあ、同期か部下かなんかの女の子が、20代後半ぐらいらしいんですけど、ライブ見に行くのが生きがいなんですって。で、その子が、ライブ見に行くのが生きがいなのに、何してくれてんだって言って、まあ、半切れ状態らしいんですけど、その僕の友達はそれを、まあ、ツイッターでつぶやいてて、それを、でも、会社的におじさんはそれ、正解だと思ってるんだよな、みたいなこと言ってるんですよ。で、僕は、どっちの気持ちもわかるので、どっちもどっちだなと思うんですよ。
じゃあまず会社の側にとりあえず立ってこの話を考えると、会社とか組織っていうのはその中に所属している人間、まだ社員ですよね、社員を守る義務があるんですよ。だからだって社保だってあるわけじゃないですか。あれって社員を守るための一種の義務が働いてるからできたもので、社会保険があるんですよね。で、社保とかも含めて会社は社員を守る義務があるし、で、義務を守りつつ会社そのものを守らなきゃいけないから、そのまあね、別にオフだから何してきてもいいですよって言って、そういう危険地にね、社員に行っていいですよって言っちゃって、そこでなんか新型コロナかなんかにかかっちゃって帰ってきて、でそのままその社員は仕事するわけじゃないですか。また気づかず、最初は潜伏期間中に、潜伏期間中でも移るらしいんだけど、でその潜伏期間中に移っちゃいました、誰かに、で お前んとこから移したんじゃねえか、ふざけんなって言ったら会社が損害を受けますよね。だから会社は自分の会社を守るために社員を守らなきゃいけないんですよ。それは当然だし義務なんですよ、これって。で、しかも、やっぱり人間、社会生活を営む人間として社会人ですから、社会を守る義務も僕ら大人にはあるんですよね。だから、そういう場所に、こういう時に率先していくのは間違ってないかいっていうのはわかります。まあ、そうなったら日本国内全てのイベントを全部中止にしろって話になるんですよ。でもそれは違うんですよ、今度は。で、なんでかっていうと、じゃあ人間がそういう社会生活を完全に止めたら経済がストップするんですよ。で、現代日本や現代社会において経済がストップするは物理的に人間の死を意味するので、人間社会の死を意味するので、それやっちゃダメなんですよ。だからある程度の集会とかそういったものは行われるべきなんですよ。で、そういった人と人の動きの中で人間はさらに今の課題を克服していくはずなので、だから SARS にしろ鳥インフルにしろ、その時にいろんなものが中止になったものはなったけど、ならなかったものもあるから今未来があるんですよね。ということはやっぱり集会そのものを全面中止するのも違う気がしてるんですよ。で、そこで訴えてほしいのは、わざわざ集会に来た人ってそういう意味では、ああ今新型コロナがやばいから自粛しようかなっていう心が低かった人たちが遊びに来ますよね。そういう人たちに運営サイド、まあ、僕も今週末イベントの運営ありますけど、ミニ四駆のレースので、そのおかみの方がやるって言ってるから、もう僕もやりに行くんですけど、皆さんマスクしましょうね、手洗いうがいをきちんと必ずしてくださいね、ここで遊んで帰ったらっていうのを僕らが言うことで、ちゃんとそのイベントの中で安全危機管理っていうのの、その何て言うんだろう、人に移すかもしれない、移るかもしれないっていうリスクを冒しつつも、長期的なその何ですか、風邪とかの予防防止、手洗いうがいを促進させるみたいな、でマスクきちんと使いましょうねみたいなのを訴えていくことも可能なんですよね。だからそこなんですよ、バランスが。だ、僕は今回イベントで、僕も MC っていうか、そのミニオンファイターやらなきゃいけないんです。ミニオンクのレースやるから。僕でミニオンクのファイターやるときに、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございました、ぜひとも帰ったら手洗いうがいは必ずしてください、この秋コレでまさかの感染者が出てしまっては今後の運営に関わる、そしてミニオンレーサーの間で流行ってしまったらミニオンク生命にも関わる、皆さん心優しきミニオンレーザーであるならば必ず手洗いうがいはしてくださいね。今日明日明後日ぐらいまで毎日やってください、家にいてもやってくださいね、連休ですからって言っておけばいいのかなって思うんですよね。で、まあその女の子の側からしても、多分そのライブを開催する側としては、なんかその病んだ日本を元気にしたいって言って音楽やってる連中いっぱいいるんですよ。そんなのいっぱいいるんですよ。で、そういうところに感化されに行って、ああじゃあ自分でも何かできることないかしらって例えば思ったとして、で、ああなんかマスク転売してるバカ野郎がいるけど、そういうことはしないようにしようとか、手洗いうがい、あちょっとうっかり忘れそうなのを忘れないように頑張ろうとか、俺はそういうことなんじゃねえかなと思うんですよ。だから会社は自分たちを守るために、あるいは社会や社員を守るために行くないうのは正解です。正解ですよ。しょうがない。でも、女の子の側がそういうところに参加しに行く。だから、会社がやむを得ない場合は行っていいですよって言ってるけど、その、自分の心の中でやむを得ないものだと思って、ライブに行くとか、遊びに行くっていうのは、俺、それはそれで止めれないことだと思うんですよね。だから、言ってみれば、そこは自己責任だと思うんですよ。だから、変調がもし出てしまったら、だ俺とかもそうなんですけど、なんか体に異変を感じた、なんか、それっぽいぞっていう異変を感じたら、医者に行くとかね、いうことをきちんとしないといけないなと思うんですけど、
社会生活を営むって俺はそういうことじゃないかなとは思っています。はい、ここでコメントを拾いましょう。ニュースでは高齢者が、ニュースでは高年齢が感染したとしか聞いていないから10代が感染したので初めて聞きました。手洗いうがい増加と同時にマスクがめちゃくちゃ売れるようになりましたね。うん、そうなんですよ。だから皆さんも新型コロナにもしかかるかもしれないとか思ったり、だって言うて電車動いてるし、俺電車乗るしみたいな最近週3で毎日電車乗ってるしみたいな話ですよ。今まで僕電車乗らずに出勤できたんですけど、ちょっと勤務地が遠くなって電車乗るんですよね。しかもターミナル駅なんですよ。もう人めっちゃいるんですよ。嫌なんですよ、そういう意味で言えばね。でこの間俺マスク切らしちゃったんですよ、ちょっとだけ。てかもう家にはストックあるんですけど、出先で使って会話してるうちにちょっと蒸れてきちゃって、ちょっとぐしゃぐしゃになっちゃって使えなくなって、で夜の電車はなしで乗ったんですよ。やっぱ嫌だったんです。ちょっとなんかなって思ったんですよ。でなんとなく今朝も喉がいがらっぽいなって、これ乾燥してるからなんだけどね。乾燥してる上に昨日ライブやっちゃったから俺ね、歌歌っちゃったから多分それで喉が今ちょっといがらっぽいだけなんですけど、でも咳出ないです。熱も出てないし、ちょっと喉がイガイガするぐらいなんで、これは僕よくやるやつなんで。でもマスクは絶対してるし、手洗いうがいも 100% やってるんで、そこの辺はもうしょうがないと思うんですけど、まあだからそういう中でね、どこまでみんなが、人同士が人のために頑張れるかだと思うんですよね、こういう時期って。まあだからこれを聞いてくれた皆さんも、ぜひとも手洗いうがいはしていただきたい。マスクを可能ならば、していただきたい。ね。であとは、例えばちょっと咳込もうとするときにね、できるだけ今ね、周り神経過敏だ。だって、福岡で、確か、咳込んだ人がいると。マスクせずに咳込んだ人がいるって言って、電車の非常停止ボタンを押したらしいんだよ。地下鉄かな？で、止まって、いや、いくらなんでもたかだか咳ぐらいでみたいなコメントが、当事者から上がってましたけど、今そこまで人間の神経が過敏になってるんです。僕らの。で、なんかほら、空気感染するゾンビウイルスがありますみたいなさ、話があったとするじゃない。なんかそういう物語あるじゃん。で、人間同士が疑心暗鬼になって、人間狩りだ、魔女狩りだみたいな。なんか今さ、新型コロナのおかげで魔女狩りみたいになってると思うんですよね。そう、コメントいただきましたけど、これリアルバイオハザードなんですよ。まさに。で、リアルバイオハザードの一番怖いところは、本当にゾンビ化して人が死ぬんだったら、それ自体は確かに明確な脅威なんですけど、俺疑心暗鬼になっておかしな行動を取る人間同士の方がよっぽど怖いって思ってて、俺の今はね。だって事実おそらく軟着陸していって安定化した場合、この新型コロナが新型じゃなく旧型コロナって言われるようになった頃には致死率 2% におそらくなっているでしょうよね。人間の側にもたくさん抗体ができてるからね、いいと思うんですけど、でもじゃあその頃に その頃までの間にだよ、バカな真似をする人間はいるわけですよ、多分。な、電車止めるとか、まあ、電車止めるもね、まあちょっとわかりませんけど、電車止めたからってお前、じゃあ仮にそのね、咳込んだ人が新型コロナにかかってたとしてだ、もう手遅れだよって思うじゃん例えばね。だまあやっぱり自分の身は自分で守るしかないとかね、そういう話もあるんですけど、まあだから皆さんも必ず自衛、それから、自分だけじゃなくて自分の家族や周りの人間を守る行動が取れるように賢く生きていきましょうと僕は思ってます。こんな生配信に8人も来てくれる、ありがとう。そんな感じでございました。私が調べた新型コロナの話は以上です。エンディングでございます。さて、皆さん、そんなね、こんな世の中ですが、皆さん頑張って、健康に生きていきましょう。この間ですね、ツイッターでちょっとアンケートを取ったんですよ。ことぶきつかささんがですね、アニメーションとかイラストレーションとかやってらっしゃる、ことぶき先生がですね、ま、前にあれでお会いした、ブレイブの第2回の時にゲストでいらっしゃってたので、まあ、そこでちょっとお近づきになったんですけれども、ツイッターで、人間って好きなものにまみれてないと嫌いなものを目にする余裕ができちゃうからイライラするんだよね、だから自分の周りを好きなもので満たすって大事なことですよね、みたいなことをおっしゃってて、俺はこれはご説ごもっともだと思うんですよ。本当にとにかく好きなもので満たしまくっとくと多少のイライラはしないっていうのが俺の中の持論で、だからコレクション癖がある人って俺別にすげえいいことだと思うんですよね。家に帰ってきた時に好きなものがブワー壁にあるみたいなのってすげえ癒されると思うんですよ。
やっぱね、そういうことはすべきだと思う。あの漫画家の真鍋ジョージさんかなは、わざわざその好きなもので満たされた空間を作るために一室借りてるらしいからね。あのたまにツイッターそういうの見ますけど、画像を、やっぱそれぐらいした方がいいと思うよ俺は。でもそんな私はまた引っ越しを計画中なので、今自分の好きなものって集めたものを人にあげるっていうことに勤しんでますので、興味のある方はあの DM ください。でそんな中でちょっとアンケートをツイッターで取りました。私がツイッターで取ったアンケートは4択のアンケートで、好きなものはありますか、探すの大変だったりする、ノージャンルです、好きの解釈も自由でいいです。選択肢1、好きなものがありすぎて逆に困る。選択肢2、ちょうどいい程度にあるがたまに足りなくなる。選択肢3、割といつも見つからなくて困るがゼロではない。選択肢4、好きなもの探しってどうやるの。まあ、上から順に好きなものの多い人なんですけど、これがね不思議なんですよ。トップは、まあ、好きなものありすぎて逆に困る人、まあ、僕のフォロワーですからね。僕のフォロワーとかそのつながりフォロワーなんで、まあ好きなもの多い人多いとでしょうね。そりゃやっぱ僕発信なのでそうなると思うんですよ。で、2位がちょうどいい程度にあるけどたまに足りなくなるが 24% で、1位は 64% だったんですけどね。で次3位が意外で、一番下の好きなもの探しどうやんねんっていうのが 7% いて、でまあゼロじゃないけどまあ困るが 5% だったんですね。これね、で全部で得票42票なんで大したことない票なんですよ。だからちょっとデータとしては不足気味なんですけど、ただ僕のフォロワーの中では好きなものあって困るよって人が多いんですけど、好きなもの探しどうやるのっていう人がゼロじゃなかったっていうのが俺の中では結構ショックなことで、今後ねこういうねアンケート系のね発表をね、このエンディングでやってみようかなっていうのをちょっと考えてます。皆さんぜひ、私がツイッターでねアンケート出してたらぜひ答えてください。自分と関係ないものだなって思っても全然答えていただいた方がデータになりますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じでございました。個人的には好きなものがありすぎて困るというか、困るを通り越して死ぬって思ってますね。本当に暴殺されます。皆さん気をつけましょう。はい、でした。じゃあ告知いきましょう。今週の告知は、2月23日秋コレ13、秋葉原 UDX にて同時に即売会開催です。大和工房出ます。ミニ四駆のコースの脇にあります。ミニ四駆のコースの上やってますので、僕の考えたイカレポンチなコース、題して DRF カタパルトサーキットでリアルマグナムトルネードを決めましょう。ミニ四駆のコースの脇で私 CD とか売ってますので、ぜひ遊びに来てください。ブレイブラバーズのグッズ、販布しますので、もうほんと来てください。あと多分ザンブで大張さんたちの同人誌も置くのかな。じゃあアニメーターの同人誌が置かれる可能性が高いですね。はい、次、3月の8日ブレイブラバーズ第3回なんと大阪開催決定です。私も会場入りします。詳細は追って公開じゃなくて、もう公開されてるわ。下の概要欄のところにありますので、そちらの方からチケットの前売り買えます。よろしくお願いします。それから私のそのイベントのデビューシングルブレイブラバーズも発売中でございます。ネットで、発売中ですので、ピクシブレンド通販サイトブースにて1500円で発売中。タオルストラップも売ってます。続きまして、スーパーボイスサイズオリジナルサウンドトラックコンプリートベスト、僕の完全オリジナルのアルバム、こちらも通販やってます。通販は、3000円プラス送料、DL 販売だと2500円です。当番組へのメッセージはツイッターの DM かコメント欄にてお寄せください。そんな感じでこれからもどうぞよろしくお願いいたします。以上、ヤマトリンのラジオカンファレンス第95回でした。 See you next time. バイバイ。